鉄旅研さんファンタスティックトラベル。今回の五能線第2章はハイライトシーンである津軽西海岸の海と駅を各駅停車で巡る極めて贅沢な鉄旅です。まずはリゾート白神の海の車窓をたっぷりとお届けしましょう。リゾート白神ブナ号です。ブナを模したデザイン、木目調を使った天井、そして広い窓、車内には3台のテレビモニターも設置されています。またブナ号だけには売店とフードカウンターがあり、津軽の味を楽しむことができるんです。リゾート白神青池号とブナ号の列車交換です。両方ともに HB-E300系 気動車。初代青池号は1997年の運行開始、2代目のディーゼルハイブリッド車両の HB-E300系 青池号は2010年末からスタートしました。3つのタイプのリゾート白神、外装内装のデザインは全く異なります。最新の内装はブナ号で、ブナや杉などの沿線の木材も使用されています。こちらはクマゲラ号キハ48型の改造車両を使用しています。それではリゾート白神から見る津軽西海岸の車窓をご覧ください。千畳敷海岸です。緑色凝海岸が隆起してできた木が立ち並ぶ美しい海岸です。カゾセ海岸とトドロキ海岸の間のピラミッド型の岬です。深浦雪合崎海岸の奇岩です。青森県と秋田県の県境に広がる大間越海岸です。荒涼とした外石海岸が続き、リゾート白神だけでなく普通列車も速度を落として走ります。秋田県側の南大間越海岸です。五能線第2章は鰺ヶ沢駅から十二湖駅までの海の風景が最も美しい区間の各駅停車の鉄旅です。人気のリゾート白神からの風景だけでなく、区間17駅での海を余すことなく丁寧にご紹介します。ぜひお楽しみください。鰺ヶ沢駅です。第1章ではリゾート白神に乗って千畳敷駅まで行きましたが、その時通過した3つの駅をここでご紹介しましょう。陸奥赤石駅です。単式一面の防線ホームに2010年に建設された新しい駅舎。日本海、そして赤石川の河口の鉄橋を渡ります。陸奥柳田駅です。ホームが少し高くなっており、ホーム下に小さな待合室があります。北金ヶ沢駅です。リゾート白神号も運転停車します。相対式のホーム構造ですが、タブレットが渡しやすい千鳥式になっています。まさに昔から列車交換の駅だった感じがしますよね。駅舎は2021年から使用開始したピッカピッカの新品です。近くに日本一の大イチョウの木があるようです。そして千畳敷駅です。1987年仮乗降場から駅に昇格しました。ホームのみの駅ですが、ホームの設備は新しく改修されています。もちろん目の前は海、駅の真ん前に緑色凝海岸の奇岩が広がっています。
また釣り場としても人気があります。千畳敷駅を出発します。しばらく車窓には千畳敷海岸の岩場の風景がのんびりと広がります。大渡瀬駅です。ここから4駅は海が見える素晴らしい駅が続きます。しかしホーム駅舎が山側にあるため、リゾート白神のお客様には残念ながら視認率が低い駅なんです。駅舎はなぜか武家屋敷をかたどったような番屋風デザイン。ただ何よりもこの駅の特徴は日本海との距離が近いこと。以前は相対式でこの防波堤のところにもう一つホームがあったようです。もったいないですよね。残しておけば波打ち際を見ることができたのに。車窓には海の波打ち際が見えています。弁天島の岬を抜ければ過疎瀬海岸です。見えてきたのが過疎瀬駅。駅名読みにくく難読駅、そして何といっても目の前が海の絶景駅です。五能線の絶景駅の一つ、小さなグレーの駅舎単式ホーム、そして目の前には雄大な日本海が広がっています。北側の砂浜の海岸で夏には多くの人が訪れます。また夕日も美しい海岸として有名です。過疎瀬を出発、海側の車窓には引き続き絶景海岸の広い海が広がります。等々力駅です。ここも五能線で1、2を争う絶景駅です。秘境駅であり青春18切符のポスターになった等々力駅、目の前が海の旅情あふれる人気駅です。ここを目的地とした青春18切符の旅を組むファンも多いようです。過疎瀬駅と同じく目の前には日本海、近くには民家はなく少し離れたところに海岸線を走る道路が見えるのみです。昭和46年の映画男はつらいよのロケ地としても使われて注目されます。この海に向かって一人佇む木造駅舎はまず映画人たちによって真っ先に見出されました。等々力駅を出発した後も車窓には美しい海が続きます。一方山側は断崖絶壁、前方には潮見崎の大きな奇岩が見えてきました。潮見崎のトンネルを出ると奥入瀬駅です。奥入瀬と呼びます。島式ホームから転じて現在は防線ホーム、駅舎とホームとの間に少し距離があります。そして忘れてはならないのが1972年の五能線の機関車転覆事故。この事故で機関士が死亡、現場には慰霊碑が立っています。今のところです。ご覧の通り波打ち際を走行する区間で、事故前は消波ブロックや防潮堤がありませんでした。線路の下の堰堤が流出したところに始発の機関車が突っ込んでしまったんです。逆にそれだけに線路のすぐそばに海が見えています。海岸線の絶景車窓は転覆事故の時と少しも変わりありません。広戸駅です。単式ホームと深浦側には小さな待合室があるのみの駅です。駅名標が国鉄時代のままのようです。昭和27年建設の駅、サッシ等々改修が加えられながら今に至っています。広戸を過ぎるといよいよ
美しい五能線の周囲サイドビューの中でもひときわ美しい三大奇岩地帯の一つ、雪合崎海岸です。千畳敷が緑色だったのに対して雪合崎海岸は黄色がかった色、険しい岩礁が続いています。また芝生にも囲まれたこの海岸には6月には日光キスゲの大群落が花を咲かせているんです。そして深浦駅に到着です。島式ホーム1面2線、五能線運行の要の駅の一つです。ホームはきれいに改装されてバリアフリー、深浦町の玄関駅です。木造2階建ての駅舎、深浦発5時32分発の東の城行きの運行などから推測するに、乗務員の休憩や宿泊施設、車両の清掃点検のための事務所などもここにあるものと思います。駅前は海、雪合崎海岸の岩礁を引き継ぐ大岩が見えています。高さ 18.4 メートルの巨岩の周りには遊歩道も整備されています。駅を降りて線路沿いにあるアットホームなレストラン、セイリング。深浦の海の幸、山の幸を生かした料理を楽しむことができるんです。店内には快速深浦のサボや五能線を背景に使った行くぜ東北のポスターが飾られていました。そこで私が注文したのがこのマグロとサーモンのダブル丼。深浦は大間と同じくクロマグロの沖合漁業で有名、極めて新鮮で美味しいマグロがいただけるんです。またサーモンも深浦の白神山地の水で育った日本海サーモン、あと小鉢がとっても豪勢で美味しかったです。注目はこのマグロの皮、これも深浦名物で珍味です。そしてこのお店の看板メニュー、深浦雪人参のビーフシチュー。人参の甘みがビーフシチューのソースを豊かにしています。それでは大間以上のマグロの漁獲高を誇る海の幸、深浦の漁港を覗いてみましょう。ここは漁港にある海の駅、深浦まるごと市場です。深浦で獲れる海の幸の品揃えがすごいですね。ここでは海の幸だけでなく白神山地のふもとで育つ山の幸も販売しています。それでは深浦駅を出発しましょう。次は横磯駅です。駅名の通り海は見えるのですが、波打ち際からは少し遠ざかります。待合室があるのみの防線駅です。駅からはご覧の通り日本海をぼーっと眺めることができるんです。そして難読駅、へなしです。読めないですよね。へなしのへとは普通友と呼んで船の船尾を意味します。船首のことをへさきと言いますよね。それもあってか駅舎にはへさきと友が屋根のところにつけられています。ウェスパ椿山に到着です。
1995年に開業したリゾート施設であるウエスパ椿山へのアクセス駅として利用されてきました。しかしウエスパ椿山は感染症拡大の影響を受けて2020年閉鎖となってしまいました。それではここウエスパ椿山からバスで不老不死温泉に向かいたいと思います。不老不死温泉です。日本海に面した茶褐色の露天風呂、波打ち際にありすぎて高波の際には閉鎖となります。鉄分を多く含んでいるためお湯の色がご覧の通り茶褐色になるようです。不老不死温泉の近くに五能線全通記念碑があります。当時能代線と五所川原線の南北に分かれていた路線が1936年ここ深浦陸奥岩崎間でつながり五能線となりました。それではウエスパ椿山から12個を目指して各駅停車の旅続きましょう。次が陸奥澤部駅です。五能線が全通した1936年の時に開業した駅です。駅舎はこのオレンジのラインが印象的。昭和54年に改築されましたが、それまでは木造駅舎でした。陸奥岩崎駅です。かつては島式2万4000で運用していた大きな駅でした。1932年から五能線全通の1936年までの4年間は能代線の終着駅でした。西津軽郡岩崎村の玄関駅でもあったため駅舎は大きめです。岩崎を出ると車窓の右側にガンガラ穴が見えてきました。ジブリの映画風の谷のナウシカに出てくるオウムになんだかちょっと似てませんか。洞窟の中はコウモリの巣になっているようです。ガンガラ穴を抜けるといよいよ12個です。津軽西海岸の美しさを感じる鉄旅、五能線第2章はこの辺りで締めたいと思います。リゾート白神に加えて各駅停車の車窓、そして海、楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録にご協力よろしくお願いします。